顔無事ですか。練習したかったのにめっちゃ眠たすぎてさ、このままじゃ絶対に意味ないかもと思ってめっちゃ寝てた。眠たすぎ。こんばんは。パチパチパーチのグッズ届きましたね。なんかエゴサしてたらそういうのいっぱい見た。ありがとうございます。こんばんは。かわいいでしょ。アクスタもかわいいしね、缶バッジもねかわいいしね。個人的にあれが好きですね。生写真とかも好きかな。かわいい、いろんなパターンあるからかわいいです。いろんなパターンあるからかわいいです。生写真ギフトありがとうございます。こんばんは。こんばんは。もうメイクボロボロだし。メイクボロボロだし、もうやばいじゃん。あ、ありがとうございます。ギフトありがとう、ありがとうございます。こんばんは。ちょっと今日はマジで自分が寝ちゃったのが悪いんだけど、この後は頑張って覚えてサインを書かなきゃいけない、生写真に。どうしよう、めちゃめちゃ時間がない。どうしようかな、めっちゃあるんだよね数が。全部書かなきゃいけないのかな。そう、この間、前回か、前回さ、前回のオンライン特典会、なんか写真がこう袋に入ってるやつが 2つあるの。そう、2つあって、で前回はなんかまあさすがに1袋書いておけばいいやろみたいな感じで、1袋はもうめっちゃ綺麗に書いて、もうドヤ顔で書いてきましたみたいな言ったら、もう早々にオンライン特典会でさ、そのサイン会が一番最初にあるじゃん。そう、サイン会始まってすぐにさ、もうなくなってさ、そうでめっちゃさ、もうカンペでさ、石黒さん急いでくださいみたいな、そうめっちゃ出されてんの。もうやばいやばいやばいと思って、そう大急ぎでした。ちょっと書かなきゃですね、これはやばいですね。こんばんは。
サインってほんとずっと書いてるとさ、本当にこれで合ってるっけみたいな、そう自分のやつ書いてるとさ、そうなんか変な風に見えてくるよね。当日書くじゃダメなのか。当日書くとマジで時間がね、多分めっちゃ時間かかると思います。そのオンライン特典会の時間がもうめっちゃかかると思う。こう例えばサイン書いて、日付書いて、メッセージ書いて、例えば宛名書くじゃない、そうって書いてるともうすんごい待たせちゃうことになると思う。ファンの方はまだかなまだかなってなっちゃうから、そういつも書いてってんだよね。写真サイン書いて、日付とかメッセージとかは後からね書いちゃえばいいんだけど、そうなんや、すごい時間かかる。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうしよう、何から始めよう。あとさ数曲覚えなきゃいけないんだけどさ、明日までにどっちを優先するべきかな。一曲覚えてサインを書いて交互にやっていくべきかな。なんかあれやったりこれやったりってしてたらめんどくさいかな。どうしよう。まあ明日持ってけばいいか、写真を合間に書けばいいや。でも明日までに覚えなきゃいけないからね。踊りはやばくない？サインは明日にでも書けるから、そうだよね、やっぱ覚えるわ。覚えます。あーなんでこんな時間がないの。やだ、最悪すぎる。なんかゆっくりやりたいのにさ、すごいせかされる。私のペースを乱してくる。何なの本当に。もっとさなんかちゃんとさゆっくりさ時間をかけてやりたいのに、もう気づいたらさ本番までさ5日しかないんだけど、意味がわからない。どういうこと、なぜですか。なんでこんななんか急に時間がないんだろうね。意味がわかんない。そうでも誰かがさ、もうサインのなんかサイン書き終わったんだよねみたいに言ってて、バケモンかよと思ったけど、やっぱもらってすぐ書くべきだよね、こういう時って。もう学んだわ、今度からそうしよう。今度からそうしよう。絶対同じこと言ってるよね、次も。次のオンライン特典会がもしあるとしたらさ、またさ、あー書いてないって言ってるよね。同じこと言ってそうなので、そういうこと言うのやめてきます。ね、想像しやすいよね。
そうだ、今日あのね、あそこに行ったんですよ。今日あのね、愛知当たり前クラブでご紹介させてもらった布袋屋さんと、もう一個カシノキさんっていうパスタ屋さんがあるんだけど、今日そこに行ってきて写真撮ってきたので、ちょっとまた SNS 投稿しようかなって思います。今日ちょっと遅いので、もう SNS 投稿するには遅いので、ちょっとまた明日ぐらいにできればなと思っておる。カシノキさんはね、めっちゃメニューが多いパスタ屋さんで、すっごく迷ったんだけど、美味しかったです美味しかったです。会場からはねちょっと遠いんだよね。だからその8期のライブの日に行くってなると、ちょっとあれかも、もしかしたら時間がないかもしれないから、また来ていただければ一宮に行けるんじゃないかなと思うんだけど、一日で多分回るってなるとちょっとねきついかもしれない、もしかしたら。でも本当にいろんな種類あるから、絶対食べたいもの見つかると思います。そう、メニューの数が多いから、そう、めっちゃあるので行くべきです。こんばんは。でさ、その妹がさ、あの妹とこう、こう向き合って食べてたんだけど、でその写真撮ってほしいってお願いしたの。そうで、普通さパスタ食べに来てるんだからさ、そのパスタと一緒に写真撮るじゃん。なのになんか自分の、私の顔しか写ってなくて、そう見せてもらったら、いやパスタ写してみたいな、そう、何も私の顔しか写ってない、なんか意味のわからん写真撮ってくれてたそう、意味のわからん写真撮ってくれてましたなんかそのお店の入り口みたいなところで看板があったから、そう、それも写真撮ってってお願いしたらさ、すんごい遠くから撮ってくれるの、全身写真。そんないいよ別に遠くなくてみたいな、そう、ちょっと距離感がバグってますね。そう、すっごい遠くからね撮ってくれたありがとうございます、ギフト、ありがとう。クローチェの近く、うわー、クローチェの近く、どうだろう。でもそっち方面かな。布袋屋さんとは真逆です、場所的に。だから遠ざかってますね、市民会館からは。カシノキ、こんばんは、こんばんは。わかんない、なんか道はわかるんだけどさ、車運転しないからさ、もう土地感がわかんなすぎてちょっとやばいですね。そう、本当はなんかこういう道を行ってとか言えればいいんだけど、そういうの言えないな、わかんなくて。こんばんは、もう15分か、早いね。こんばんは、今日は20分になったら終わろうかな。でも明日もね、そう、明日遅いの終わるのが、だから明日ちょっとレッスン前に配信するね。何時からできるかな、ちょっと急に始めちゃうかもしれないけど、ご了承ください。こんばんは、そう、明日はちょっと結構長時間踊らなきゃいけないので頑張る。
頑張る。でも8期が一緒だからいいや同期だからいいや、頑張れそうです。なんかまた違いますよね、チーム S ももちろん大好きだけど、やっぱ同じ日数さいるわけだから、このグループに。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。今日グッズが届きましたね。みんな今日届いてるよね。みんなちゃんと身につけるなり持ってきてね。楽しみましょう、ライブ。こんばんは。あ、席まだわかんないのか。好きね、でもどこでも楽しいと思うよ私たちもいろいろ考えてるからね、どこに座っても楽しいと思います。だからそんな後ろだったとか思わないでね。こんばんは。あさってわかるんだ。もうすぐじゃん。会場で見れるだけで上がる。あげーあげー。あ、オンライン特典後くらい。あ、なるほどなるほど。オンライン特典会終わりぐらいか。割とすぐじゃないか。あっという間や。あ、20分、そろそろ終わろうかな。ごめんなさいね、ちょっと早くて終わるの。今日はちょっとマジで今から本気を出す。頑張るよ。昨日も言ってたよね、私本気出すって。今日こそだからありがとうございました。ありがとう、みんな。おやすみなさい。また明日ね。明日ちょっと午前中かそれくらいにやるね。ありがとうございました。バイバイ、またね。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。